はい、どうも皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、まあ、今回なんですけれども、本日ですね、10月の18日金曜日にですね、ちょっと、大きめのアップデートが入りまして、まあ、そこまで大きくないんですけども、アップデート入りましてね、ちょっと、まあ、まずはですね、そのアップデートのちょっと内容を見ていきたいと思うんですけども、こちらね、プレイ回数及び、育成素材獲得量の調整ということで、まあ、アップデート入ってるんですけれども、まあ、今回はですね、このアップデート、まあ、皆さんもね、もう、今の時点でスクスが開けてるということは、もうアップデート全員されてるということなので、ちょっとですね、このアップデートに関しての、ちょっと概要ですとか、あと、今回のこのアップデートを受けて、ちょっと注意点というか、まあ、いくつかね、気になったこともありましたので、まあ、ちょっとね、そういった問題点も含めて、ちょっとこの動画ではね、解説という形で、まあ、お送りしていきたいなと思います。まずですね、このプレイ回数の方ですね。はい。これはですね、どういうことかっていうと、まずですね、LP の、まあ、回復時間が、ちょっと早くなりましたよということで、まあ、LP がちょっと、若干まあ、回復が早くなると。要は、このゲームは、LP が、ランクが上がっても LP が上がらないゲームなので、やっぱりね、その辺はちょっとバランス調整をする必要があるということで、まあ、LP の回復もね、ちょっと早くなったということで。で、あと、ライブに使う、LP の量が、全体的に半減、まあ、最大半減されましたね。まあ、例えばですね、これ上級とか、上級は基本的に LP15、で、中級は12、で、初級は10という形で、これはですね、日替わり局でも同様です。はい。日替わり力も、LP が初級は10、上級は15という形でね、なっております。で、ちなみにですね、こちらの日替わり力に関しても、1日で遊べる回数が3回から5回に増えました。はい。まあ、なので、その分、多くアイテムがゲットできるということになります。はい。で、さらにですね、合宿の方ですね。合宿もちょっと今回大きく調整が入りまして、合宿に関してもですね、こちらですね、プレイ回数、1日あたりのプレイ回数が3回から6回に増えましたよということで、まあ、こちらね、合宿の枠、この右上のこの合宿枠に関しては増えてはいないんですけども、この枠はね。なんですけど、要は、12時間ごとに、3回復が入りますよということで、まあ、正午、になったら、まあ、また3回復入るよということで、なってますね。だから、上書きされてしまいます。すなわち。はい。6回分のストックがないので、まあ、だから、午前中に3回、やらないと、午後、正午でね、上書きされてしまいますので、最大6回遊ぶことができないのでね、だから午前中で必ず3回ね、合宿は消費しておく必要があります。で、あとですね、ちょっともう一つ、先ほどね、この、プレイ回数、まあ、上級が最大、LP が半減された、まあ、30から15に LP が下がったということで、皆さん結構遊びやすくなったんじゃないかと思われる方いると思うんですけれども、ちょっとですね、これには大きな、まあ大きなというかちょっと問題点というかまあデメリットもございまして、ですね、まず1回あたりで、獲得できるスコアがですね、下がりました。はい。これは明らかに下がってると思います。はい。大体僕の本当感覚ですけど、まあ僕最大スキップチケットとか使ってね、5回とかで今までプレイしていたこともあったんですよ。なんですけど、やっぱり、その最大 150LP 消費するときと、5回プレイ、スキップチケットで5回だから、15×5 で、75回ですか。75回分で遊ぶときと150回で遊ぶときとに比べて、やっぱりね、獲得できるスコアが、ランク上げのための獲得できるスコアが、3分の2ぐらい下がって、かな、あ、ごめんなさい、3分の2ぐらいになったかなと思いますね。はい。だからすなわち3分の1ぐらいは下がってると思います、少なくても。はい。だからまあ本当にオーバーに言うんだったら大体半分ぐらいはスコア下がってるんじゃないかなと、か1回あたりでね、1回あたりで獲得できるスコアがですね、下がってるイメージがありますね。だからちょっとね、LP が下がったからといってね、いっぱい曲やれば、その分スコアいっぱい獲得できるんじゃないかと思われてる方いると思うんですけども、ちょっとですね、それは大きな間違いなので、ちょっとですね、それも、気をつける必要があるかなと、誤解が、ないようにちょっと気をつける必要があるかなと思います。まあ、なので、今までもこれからもね、まあ、もちろん、なんて言うんだろう、遊べる回数っていうのは増えたんですよ。要は、
LP が減ったからね、30から15に下がったから、上級の場合は。だ遊べる回数は増えたんですけども、ただ1回あたりのライブで獲得できるスコアが下がってますので、ランク上げがすごいしやすくなったかと言われたら、決してそうではないかなと思えましたね。でですね、まあ皆さんね、期待なさっていたと思うんですけれども、銀マカロンね、銀マカロンとかの、まあ、いわゆる、キャラクター育成の大幅改善についてなんですけども、これはですね、まだ、なされておりません。はい。これは、今回の10月18日のアップデートとは別で、10月下旬にまたアップデートが入りそうなので、2段階に分けてされるそうなのでね、だ10月下旬の方でね、マカロンの、過去に使いすぎた分の、マカロンが戻ってくるというのは、まあ、その時に、なされるそうなのでね。まあね、銀マカロンね、期待されてる方はね、まあ、そこで、手に入れていただければなと。まあ、ちょっと僕もね、多分手に入ると思うんですけども。で、あとですね、ドロップ率ですね。はい、日替わり曲、特に日替わり曲の銀マカロンのドロップ率なんですけど、これですね、ちょっと僕がやった感覚、先ほど上級 S、5回やったんですけれども、日替わり曲ね。なんかね、すごい下がってる感じがしました、ドロップ率。はい。今までその、獲得量が、そのドロップ率がすごい極端だったから、それを調整しましたみたいに言ってるんですけど、逆に上級が今まで取れすぎたという解釈もこれはできるかもしれません。なんて言うんだろう、今までこう両極端だったからそれを修正しましたってなってるから、要は、極端に落ちることがなくなったから、今まで上級 S でね、いっぱい銀マカロンを獲得していた人にとっては、落ちにくいっていう感覚になったのかもしれないですね。だから逆に言えば、中級とか初級を S ランクでやっている、日替わり曲でやってる方にとっては、ちょっと落ちやすくなったのかなっていう感じがしますね。だからね、もうすでに上級とかその辺、余裕でクリアできる、日替わり曲余裕でクリアできる方にとっては、ちょっと息苦しい感じはあるかもしれないですね。はい。ということでですね、まぁ、今回なんですけれども、ちょっとね、スクスタの10月18日のアップデートが入ったということで、ちょっとですね、軽くプレイしてみた上での、ちょっと思ったことだったり、あとはですね、ちょっと問題点と言っちゃ大げさなんですけれども、ちょっとね、ここは気をつけてくださいという、ところも含めて、ちょっと解説の方をいたしました。皆さんもね、何か、僕がまだ、気づいていないちょっと問題点とかももしかしたらあるかもしれないのでね、追記でぜひぜひコメント欄の方にね、皆さんも、ぜひぜひお書きいただければなと思います。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、あとですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。